お世話になります。ひとりでございます。今回は夢特製のファイアローを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介する場所はあくまでも一例であり、他の場所でも出る可能性は十二分にありますので、その点はあらかじめご了承ください。といっても今回ご紹介する場所でも私はまだ捕まえていなくて、まあ、検証しつつご紹介する形となります。それでは早速行きたいと思います。レッツゴー。この道場の左側ですねに行きます。そうすると丘があって、この丘の上ですね、この丘の上からホエル王とか見えますが、ここの巣穴ですね、ここで出てくるということで、早速やっていきたいと思います。で、夢特性とか高個体値のポケモンって割と紫の柱とかで出てきやすい印象があるので、私は紫の柱を出してやっていきたいと思います。で、紫の柱の出し方については、まずは、レポートを書いておきましょう。はい、レポートを書きますと。で、レポートを書きましたら次は、願いの塊を入れていきます。200ワット手に入れたとなって、願いの塊を投げ込みますかで、はいを押してレポートに記録しますかで、はいを押した瞬間にホームボタンを押しましょう。はいを押した瞬間にホームボタンですね。ホームボタンでホームに戻ったら、ホームボタンを2回連続押してですね、柱の色を確認していきます。2回連続押して、それで今赤い柱見えたと思いますので、赤い柱だったら、ここで終了をしていきます。それで紫色の柱が出るまでリセット作業を繰り返していきます。はい、紫色の柱出ましたね。紫色の柱出ましたら、まず何するかというと中身を確認していきます。それでこいつは違いますので、ここでどうするかと言いますと、みんなで挑戦を押していきましょう。それでここの状態からホームボタンですね。で、設定から本体から日付と時刻でございまして、1日進めていきます。それで、いわゆる時渡りバグやって、やめるを押して、それで中身を書いていきますと。はい、それでまた、出てきましたが、こいつは違いますので、みんなで挑戦やってひたすら出るまでやっていきましょう。よし、四つ星ですが、ファイアロー普通に出てきましたね。結構早めに出てきました。で、こいつ出てきたらどうするかというと、一回戻ってですね、まずはここで必ずレポートを書いておきましょう。なぜレポートを書くかというと、もしレポート書いてなかったら、対戦動画で負けてしまってリセットした場合に、塊を投げ入れた時の状態に戻ってしまうので、レポートを書いておけばちゃんとファイアローのとこでちゃんと再びできますので、必ずレポートは書いておきましょう。では早速やっていきます。で、今回夢特性が欲しいので、私はこの特製トレースのポリゴンを使っていきます。ポリゴンは、鎧の孤島にてクリア後にゲットできると思いますので、それでトレースのね、特製のやつを出せば夢特性かすぐに判断できますので、これはおすすめでございます。うわ、すげえ、はみ出てる。おい、ほとんど見えねえよ。おい全然見えない。トレース、ハヤテの翼来た。一発で来ること多いんだけど、マジでやばいでしょ。すごくないっすかこれ。ということで、四つ星でも夢特性出ますね。私このまま行っちゃいたいと思います。多分勝てるんじゃないかなと思うんで、ポリゴンでも。もしポリゴンあんま育成してないよっていう方は、リセットしてもう一回やり直せばちゃんとファイアローと再び戦えますので、それをやりましょう。強っ味方、強えな。ソルロック、オッケーオッケー。はい、余裕ですね。めっちゃ弱かった。普通に勝てました、ポリゴンで。オッケー、普通に捕まえましたね。余裕ですよ、弱いし。うわ、すげえ、ファイアロー四つ星でも鎧鉱石3つ出てきますね。なかなかいいんじゃないですか。で、経験飴 L5 個、ダイヤマックス飴2個ということで、まあ特に他にいいやつはないかなっていう感じなんですけど、まあいいんじゃないですか。オッケー。ファイアロー、劣化ポケモン。鳥ポケモンが主な獲物、羽毛の間から火の粉を吹き出し相手を威嚇する。なかなかいいっすね。やっぱかっこいいよな、鳥ポケモン。でもファイアローってなんか鳥ポケモンの中でも結構ちっちゃいイメージありますね、3段階進化なのに。はい、ということでファイアロー見ていきましょう。 4V ですね。四つ星で 4V 出てきました。で、中身見ていきましょう。はい、ファイアロー48レベルでございますと。で、ハヤテの翼、これ夢特性ですね。 HP が満タンだと飛行タイプの技を先制で出すことができるという、なかなかね、なかなかほんと強いやつだと思うんですが、今回ゲットさせていただきましたね。で、電光石火、ジタパタ、ヒノコ、アクロバット。ヒノコとか覚えてんのいい加減ちょっと、もうちょっと強いね、火の技覚えさせとけよって思うんですけどね。まあいいですよそれは。で、勇敢の性格でございます。性格が微妙かなっていう感じなんですけど、まあいいでしょう。はい、ということで今回夢特製のファイアルをゲットさせていただきました。場所はここの道場の近くの丘の上ですね。結構頻度も高く簡単にゲットできますので、ぜひ皆さんもやってみてください。まあ私はファイアローよりファイア野郎が欲しいですけどね。